どうも皆さん、こんにちは。ようやく公式さんから開発ビルドをお借りすることができて、ただいまテンション爆上がり中、クラクラチャンネルのーケース、決定です。ブーということで、公式さんとはズブズブの関係でございましてね、いつもね、アップデート前、先行プレイ動画ね、お送りしてるんですが、今回ね、ちょっとした手遣いで、開発ビルド、お借りできなかったんですけれども、ようやくお借りすることができました。で、そう、昨日ね、アップデートやってくるって言ったんですが、ちょっと公式さんの方でね、ちょっと、時間がかかってるらしくて、アップデートね、昨日は来なくてね、今日明日あたりに、来るみたいです。で、今回はですね、はい、こちらご覧ください。ゴブリンマップですね、ゴブリン村。新マップ追加されましてね、私、ケイスケね、一通り遊びました。で、昨日ね、海外 YouTuber たちがね、結構ね、最終ステージの動画を出してたんですよ。で、なのでね、今回はですね、私、ケイスケ、こちらの最終ステージ、ドラゴンの巣、もうすでに遊んじゃってんだけど、もうあたかも初見のような、初見のふりをして、今回はですね、こちらのドラゴンの巣、攻めてみたいなと思います。はいはい、じゃあね、早速こちらのドラゴンの巣攻めてみましょう。果たして、どんなマップになってるんでしょうね。非常に楽しみでございます。さあ、じゃあ行きますよ。ここにね、ドラゴンの巣攻めていきます。で、はいはいはい、こういう感じね。で、ね、イーグル砲が2つもある。インフェルノタワーに至っては、6本、いや、8本もある。これはいいやつね。ただ、おっと、皆さんご覧ください。これなんすかね。え、なに、ドラゴンの巣って言うから、ドラゴンが、ここに、潜んでるんじゃないですかね。じゃあ、ちょっとね、ここにね、一旦ね、ユニットを出してみて、ドラゴン出てくるのかな？いきますよ。まあ、とりあえず、まあ、ジャイアント出して、でかい！でかい！ちょっと待て！でかくね！新ユニットやん！いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ！これかっけえ、やば！あ、目がかっこよくないこれ。黄金に輝いてて。すげえ。黄金に輝くドラゴン。出てきました。どれぐらい強いんだろう。ちょっと、ジャイどんぐらい溶かす？ジャイ、どんぐらい溶かした？レベルマックスのジャイアント一発。めちゃくちゃ HP 高いよ。火力半端ないじゃん。ペッカとかどんぐらい溶かすんだろう。ペッカのゲージは？ま、どんぐらい減ってんだよ。いや、わかんねえよ。レベルマックスペッカ4発倒すの？やばくないか、力。待って、ババキンどんぐらい溶かすんだろう。ババキンは、これより HP 高い。7300とか、そんぐらいありますんで。で、4、5発ぐらいで。じゃあ一発さ、1500ぐらいあるってこと？やばくない？火力高い。待って、実際じゃあ、ドラゴンと比べたら、ドラゴンよると、比べて、どれぐらい、大きいのかって、ちょっと今から、見比べてみましょう。はい、じゃあね、ドラゴンと、戦わせてみましょう。ドラゴン、レベルマックスドラゴン VS、超巨大ドラゴン。果たして、どっちが勝つのか、いけ！いやいや、でかすぎでしょ。でか、子供じゃん。レベルマックスのドラゴンがベビードラゴンみたいになってる。でかすぎ。なにこれ。しかも、2発ぐらい倒す？いや、3発か。HP も結構あるんじゃない？これ。相当、レベルマックスのドラゴンも、HP めちゃくちゃ高いよ。じゃあ、アチャクイと戦わせると、アチャクイと戦わせると、アチャクイ何発で？待って。火力だけ、いやいや。強すぎでしょ、レベルマックスの、超巨大ドラゴン。レベルマックスのアチャクイ、2パンよ。2パン。2回の攻撃で、倒しちゃった。じゃあ、そしたら、クイヒーと、戦わせましょう。ヒーラーつけて、で、間に合わないと思うから、ここでレイジかけて、あはは、間に合わない。ヒーラー5体のクイヒーで間に合わない。レイジかけたのに、しかもヒーラー、一発で、シュインって溶けてた。強すぎない？こいつ。はい、じゃあ、通常の援軍処理で。超巨大ドラゴンできんのか。昔懐かしのババウィズとかアチャウィズでの援軍処理。で、ちょっとやっていきましょう。で、まあ、ババ出すじゃん。ババ出して引っ張ってって、で、アーチャーとかをこう散らしてって、で、ポイズン落としてって、後ろからウィズで。いきましょう。で、待て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 。下手が出て、今いいや。とりあえず、
一体のウィザードでどんぐらい倒せるのか。結構きつい。きつい。結構体力高いって。通常のアチャビーズとかでの援軍処理無理だって。全然死なねえじゃん。ちょっと待って、体力ありすぎなんだよ、これ、ちょっと。体力ありすぎ。全然、何体出せばいいの？もうアーチャー足んないよ。アーチャー足んないんですけど。アーチャー足りないし、ゲームになってきて。一生懸命、ウィズたちが。攻撃、ウィズが、一生懸命攻撃してね、全然、追いつかない。やっとここに来て、ハムで、あ、もうアーチャーいなくなった。無理だよ。通常のウィズアーチャーとかで処理しようとしてもこいつ無理だよ。HP まだ半分もあるし。どんぐらいあんの HP こいつ。タフすぎやしない。はい。お次はですね、自分で、ね、結構ね、援軍をネクロで処理してからのゴビーバー。こちらね、ものすごくね、よくやってたんですよ。で、大体ね、ネクロマンサー2体のウィズ、2、3体。で、まあ、ババとかでちょっとね、ターゲット取りつつみたいな、そういった感じでね、処理してたんで、今回はですね、そちらで処理できるのかどうかやっていきたいと思いますんで、いきますよ。とりあえず、援軍するじゃないですか。援軍を引っ張ってって、で、いきます。こっから、懐かしいですね。ネクロマンサー2体の、まあ、こんなもんかな。こんな感じで、スケルトンにターゲットを取らせてる間にネクロマンサーだって、ね、こういう風に攻撃していけば結構いい感じで処理できるんですか、今回。結構いい感じに散らせてる。いい感じに散らせてる。いいよ、いいよ、いいよ。で、これどんどんやっつけててもらいましょう。オッケー、オッケー、いい、いい、いい。これで、とりあえず、じゃあもう一回ポイズン落としたり、攻撃速度を落としちゃうみたいな。そういう感じ。あれ、ビズがもう一体しかいない。やばいぞ。これちょっと、攻撃してる間に。援軍する位置が良くなかった。援軍する位置が良くなかったかもしれない。スケルトンたちに頑張ってもらおう。ちょ、近くに、マルチインベイあるの良くないですね。近くにマルチインフェやるのが良くないけど。どう？で、ネクロマンサーターゲットんなよ。頼む頼む。ネクロ対超巨大ドラゴン。頑張ってる。ちょ、あ、だだだ。ネクロたちが、あー、やられた。ちょ、違うところで釣っていった方がいいかもしんないですね。じゃ、なるべく遠い位置のここら辺にまで釣っていきましょうか。なので、ね、とりあえずここにババ出してって、で、よし、上の方に、ここら辺は、あー、マルチインフェギリギリ届きそうですね。ギリギリ届きそうなんで、オッケー。で、ババ出してっての。で、あ、ちょっと、スケトラいるのか、うざいな。スケトラいるのうざい。うざいんだけど、で、攻撃速度、落としていきます。で、これによって、しっかりと超巨大ドラゴンたち、やられてくるんじゃないか。ちょっと竹取り用の、アーチャー、緊急の竹取り用のアーチャーたちをね、入れてって、いいよいいよ、今回はいい感じ。ちょっとずれてるな。ちょっとずれてる。ちょっと、水たちが、マルチインベとかに、行かないでね。マルチインベとかの方に行かないようにしてって、で、援軍を処理していく。すげえ時間かかるな。すげえ。違う、これ。いや、ゴブリンマップでさ、援軍処理の練習できるなって思ったんですけども、全然援軍処理の練習にすらならない。で、火力高いし、タフすぎるから、ダメだ。ネクロでも処理できない。きついっすね、これ。じゃあね、最新の援軍処理とかで、ポイズンを落としてからのベビドラで、相手のドラゴンとかね、処理するってやり方、あったりするじゃないですか。あれちょっとやってみましょう。まあ、とりあえず、ババ出して一回ターゲット集めておいての、こいつ、アーチャーで引き寄せてからの、で、ベビドラ、レイジ状態のベビドラで、さあ、どうだ？いけ！今回いけんじゃねえか？レイジのベビドラ対、超巨大ドラゴン、どっちが勝つ？あー、ダメだ、ワンパン。ワンパンや。あ、だからそうだよね。ジャイとかがワンパンなんだから、ベビドラもワンパンになるよね。いや、これ勝てねえな。相当、コスト割いて、やんないと、もう処理できないっすよ。じゃあね、スケルトンは援軍釣り出さないんですか。で、それを応用したレイジスケルトンでクランの城を壊して防衛援軍を出させないようにするっていうやり方あるんですが、それはね、このドラゴンの巣に、通用するのか、やってみましょう。一旦レイジ落として、どう？マルチインベの射程内か。射程内だから結構削るのに時間かかりそうですね。あー、いや、ちょっとやだな。これ、単純に壊させないっていうやり方も、全然できちゃいますね。ただ、スケルトンで、あー、壊したんで、こっからじゃあ、援軍は出てくる？あ、援軍出てこない。超巨大ドラゴン出てこない。なので、本当に、クランの城と同じような役割だっていうのが、わかりますよね。はい。じゃあ、レベルマックスドラゴンと、超巨大ドラゴン。果たしてレベルマックスドラゴン何体だったら勝てるのかっていうのをね、今から戦わせてみます。いきますよ。じゃあ、2体。2体だったらさすがに勝てんじゃねえ。どう？いけるか？いや、ダメ。レベルマックスドラゴン3発やられちゃうから、全然間に合わない。全然、へでもね、もう、レベルマックスドラゴン、へ以下や、おなら以下じゃん。え、待って、え、
3、5体ぐらいは絶対これ必要じゃん。はい、じゃあね、5体。5体だったらさすがに勝てんじゃないかなって思うんで、5体 VS、超巨大ドラゴン、いきますよ。1、2、3、4、5度。囲ってって、さあ、ボッコボコにしろ、超巨大ドラゴンたちを。どういけるか、なんか、なかなかいい勝負してない。いい勝負してる、あ、ダメだ、勝てねえ。5体でも勝てない、レベルマックスドラゴン5体でも。嘘でしょ、強すぎ。だってここでようやく HP 半分になったよ。ここで HP 半分。6体？いや、8体必要か？ 6 体だったらどうなるのかやってみましょう。1、2、3、4、5、6と囲っていって、さあボコボコにしろ。6体、5体でも微妙だったんで、6体はさすがに無理か。6体も無理。と、どんどん1体1体しっかりと、バーベキューのようにこんがりと焼かれていきます。さあ、どんどん焼いていく。でも超巨大ドラゴンの HP の減り方も全然いいぞ。で、勝てるか？あー、惜しい。あー、惜しい。6体でも勝てない。で、7体だったらさすがにもう勝てるはず。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7と囲っていって。さあ、周りから一生懸命火力高いぞ。もうこんなんもう焼肉屋だったらもう肉焦げるんじゃないかってぐらいの火力よ。その火力で、果たして超巨大ドラゴンは、に勝てることできるのか。あ、でも今回、勝てそう。いけるいけるいける、ギリ足んないこれ。7体でも無理。7体でどう？いけそう。7体。まあ、あるあるある。やっと7体で勝てた。ドラゴンなのに骸骨人型。やっとや。やっと強すぎだよ。何これ？何目的でこんなの立てたの？こんなユニット出したの？援軍処理にもならないよ。援軍処理の練習にもならないよ。スパセル。ぶっ飛びすぎ。はい。レールマックスドラゴン、今、ドラゴンの巣焼いてるんですけど、全然 HP 減らなくて、これ自体の HP もバカじゃないのっていうぐらい、高いんだけど、ずっと永遠と焼いてんだよ、ドラゴンが。何？さっきのドラゴンと同じぐらいの HP。頑丈すぎない。耐震性とかもう、シェルター、巣じゃない。シェルター、これ。シェルター並みの硬さ。シェルター並みの硬さよ。このゴールドとか誰が置いたの？誰、ドラゴンゴールド使うの？そもそも。いや、待って、HP も、だからこれ、全開するの相当むずくね。防衛施設をいかに速やかに壊してって、で、かつ、あの援軍もしっかりと処理していかなきゃいけないんで、これ、難易度高すぎない。タウンホール12の人たちでも、だいぶ苦労しそうな、そんな、あの、配置だと思います。はい。じゃあね、最後にこのドラゴンの巣全開できるのか、こちらをね、チャレンジして終わりたいなと思いますので、行きましょう。とりあえず0時からの、マルチインフィアタワーにも当たってくるんで、0時かけないと多分壊しきれないと思うんで、さっきね、スケルトン0時で壊すことができたんで、壊していきます。どう？壊せる。オッケー、壊せたね。壊せたんで、じゃあどっから行こうかな。一旦、イーグル砲はさすがにやっぱり、前回の動画でも言いましたけど、強化が入ってるんで、イーグル砲はね、1個壊しておきましょう。イーグル砲を壊していって、で、まあ、とりあえず、よしよし、いいよいいよ。で、これで最後に、待って、こっちになんか微妙な位置に、巨爆あったな。変な位置に巨爆があったんで。で、ここでシングルインベも、おってくれて美味しい。じゃあ、こっち方向からもう、ドラゴンラッシュで、行けば、あ、待って、トラップの量がえぐい、トラップの量えぐい。待って、インフィアタワーがえぐい。インフィアタワーえぐいんだけど、まあ、いいや。で、これで一気に削ってってもらって、で、2本目の、そうだな、2本目の、対空砲に当たるあたりで、壊していきましょう。で、ピキンしてって、で、守っていきます、ドラゴンたちは。あ、結構ドラゴンのゴリ押しでいける。最初にやっぱ厄介な援軍とか、なんとかしちゃって、で、そしたらあとはもうゴリゴリいけば、ドラゴンを相手にしなければ結構余裕で、全開いきますね。ババキン残ってるんで、いきましょう、処理していけよ。スケルトン多い、スケルトンが多い、スケルトン多いって。ちょ、ババキンがちょっと、ババキンが手こずってるから、一旦発動してって、スケルトンが多い、何個出てんだよ、何体出てくんだよ。やめろって。で、これで、よし、前回いけましたね。いや、まあでも、ゴリ押しでいけば、なんとか一応なります。タウンホール10とかでも頑張れば前回いけそうっすね。はい、ということで、今回は開発ビルドをお借りしまして、ゴブリン村新マップ最終ステージ、こちらの先行プレイの動画をお送りしていきました。
いやね、資源とかもね、結構ね、もらえるらしいんですけど、ちょっと一回全クリしちゃったんですよね。全クリしちゃったんだけど、あのね、他にもめちゃくちゃ面白いステージ、めちゃくちゃありますんで、ね、前回の動画でも言ったように、こちらのゴブリン村、攻略キーですね、シリーズもので、そうですね、毎日4時か5時にはですね、載せていきますんで、皆さんね、ぜひともチャンネル登録をしてね、楽しみにしていてください。で、アップデートもね、まあ、昨日やってこなかったんですけども、まあ、今日か明日にはね、絶対やってくると思いますんでね、皆さんね、楽しみにパンツを脱いで待っておきましょう。はい、ということで、今回の動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画もね、貼っておきますんで、ぜひとも、ね、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。